カール・アウグスト・アブ・アウグステンブリは、スウェーデンの王太子。元の名は、クリスチャン・アウグストと言い,い、アウグステンブルク公、フレゼリック・クリスチャン一世の三男として生まれた。アウグステンブルク家は、デンマーク及び、ノルウェーの王家、オルデンブルク家の文家の一つで、デンマーク王クリスチャン三世の三男・ゾンダーブルク公、ハンスの子孫であった。クリスチャン・アウグストは、 クリスチャン三世の七世孫にあたる。クリスチャン・アウグストはデンマークに将軍として出資し、ノルウェー総督の地位にもついていた。スウェーデン・ウォーカール十三世は1809年の即位時にはすでに高齢だった上に着手がおらず、多い継承者が問題になっていた。1810年にクリスチャン・アウグストが王大使に指名されたが、これはノルウェーで彼の人気が高かったことが、 背景にある。クリスチャン・アウグストは、カール・アウグストと名を改め、スウェーデン王大,大使となったが、間もなく、事故死を遂げた。軍事演習の視察中に落馬し、その後間もなく心臓麻痺により死亡したとされる。王大,大使の死は事故を装った暗殺であるとの噂が、直後から飛び交い、その首謀者とされた、ハンス・アクセル・フォン・ヘルセンは、ストックホルムで、 カール・アウグストの葬儀が取り行われていた際に、群衆の暴動にあって斬殺された。スウェーデン王位継承者には、その後、カール・アウグストの兄のアウグステンブルク公フレゼリク、クリスチャン2世が目されていたが、右与曲折の末に、フランスの元帥ジャンバティスト・ベルナドットに決定した。なお、王位継承問題では、デンマーク王フレゼリク6世の立候補や、全国王グスタフ4世、 アドルフの王大使だったグスタフ王子の復権を要求する動きもあり、その後も長くくすぶり続けた。ありがとうございます。